さんって何でお世話になってたっけ。タイムカードとあれだ、レジもねあるんですよね。そう、そのレジのリースでお世話になってたことありましたね。この辺が一番無難そうな気がするな。止めた。なんか聞いたことのない寿司屋さんとかあるな。ちょっと惹かれるな。寿司カイト、マックもあるし、ここで1日300円安いな。市は関連駐車場だね。じゃあ牛角とかも入ってんだ。でそこはいろいろ入ってるから、モールみたいになってんだな。オーションもあるし、あ、オーションのスタンプカードも忘れた。持ってきてないな、しまった。なんでだ。山田たるのことが何たる失敗だ。いろいろあるな。ここもここら辺までって感じがすごくありますね。だからここまでで、その中でちょっと、あ、モスもある。でもね、さすがに来たから。でも山口らしいものって何なんだろう。やっぱお寿司か。お寿司はいいけどね。なんか入ってみて。グッテーって、こっちの方にはそんな名前のスーパーがありますけど、スーパーなのかな。こんなイオンタウンの的なりに。あってメガネチカプラージュがある。まあいろいろとあるな。で奥に王将もあるんだな。カード持ってたら王将でもよかったけどな。持ってきてないもんな。お寿司行ってみるかな、せっかくですね。
よし、カイト、海の都ってカイトでいいのかな。せっかくやから、よし、さあ食ってきました。カイトさんでいいみたいですね。いや、よかった、美味しかった、当たりでしたね。上がりましたね。いや、あの普通のね、あのところなのかな、どうかなと思った、ね、あるいは寿司道的なね、あの派遣寿司的な感じなのかなと思いましたけども、入ってねパッと見て、マグロはもう本マグロオンリーでね、赤身420円からってなっとったんで、おなるほどと。これね、普通にねラムシャンと入ってるところやったらね、おってなる、価格帯のところですけど、まあ、こうやってね、あの地元のねうまいもん食いてえなって思って入ってる時にはねバッチリですね。そう、のどぐろがねちょっとなかったのはね、あのあれですけど、まあ、そういった感じの、いわこの辺りですからね、瀬戸内からですから日本海産のものも結構入ってる感じでしたね。うん、美味しかったです。上がりました。上がったんでもう大成功です。よし、いやー、そう、美味しかったですね。他にもね、イサキとかね結構いろいろと本当にこの辺りの、やっと中心というか、まあ、結構いろんなところから取り寄せてるっていう感じではありましたけど、いやでもめちゃくちゃうまかったっすね。山口もね海の幸はうまい県ですからね。山口ってあのちょっといい位置にいるんですよね。あの関門海峡を挟んで、瀬戸内から、瀬戸内のね内海から日本海のね、海まで、全てをねうまい感じで網羅してますからね。まあ兵庫なんかも、網羅してるわけですけど、完全にね分離されてるのに対して、山口っていうのはこう文字のあたりを中心にねこうぐるっと回ってね全部がこう一連でねなってますからね。海の幸言っといて正解でしたね。上がりました。3000円ぐらいね、使いました。でも今最近スシロー、今2700円だったかな、でしたけどね。今でもスシローでもね、ついついねいい感じで頼んじゃうとね、結構それぐらいの値段になりますからね。全然ありじゃないですか。よし、よし、いい感じで上の方に向かいそうです。